クマラボチャンネルの主マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、ボーマーのシャロエになります。はい、ボーマーといえばね、まあ、数々のクランクベイトの名作を生み出したメーカーさんなんですけど、このシャロエはですね、発売は1999年の11月ですんでね、翌2000年度のね、カタログ掲載されて、ひっそりとデビューしてひっそりと消えていったルアーです。でこれ復刻したんでね、今結構お目に留まることがあるかと思いますけど、確かね 2,3 年ぐらいで、一度カタログ落ちてます。で、これはですね、リップの、ね、角度を見ても分かる通り、あまり潜らないクランクになります。先行深度はね、だいたい30センチ1フィート、ね、30センチぐらいでしょうか。で、通称あだ名が豆タンクっていうあだ名がしてました。この非常に、ね、分厚く作られたリップ、それからこのファットなボディでですね、すごくね水押しが強いルアーで、この見た目に反してねかなりアピール度の高いルアーになってます。で正直ね、フットルースとか、バジンクランクに比べてちょっとね物足りないなって感じられるアングラさんもいらっしゃると思いますけど、今紹介した2つはスーパーシャロークランクとして、設計されてます。でこちらはどちらかというとウェイクベイトとして設計されてますんで、物が違いますんでね、そのあたりはね、ご容赦願いたいかなっていうところがこのシャロー A 君の言い分じゃないでしょうか。でこいつはですね、投げますよね。投げて着水して水に浮かんだ状態でリップとこのラインアイの部分が少しね斜め下に向かったような感じで、水の中にちゃんと入りますんで、最初のね初動の水かみがすごくいいんでね、最初からきちんと動くルアーなんですね。でということはですよ、ということはトップとしても使えるルアーなんですね。トップでちょん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 としてもきちんと水をかむんできちんと動くんで、最初紹介しましたウェイクベイトって設計されてますけど、トップルアーとしても使えるね、一粒で二度美味しいクランクになっております。でさすがね、その動き出しとか動きとかボディ形状から出す水の波動とかで、今言ったようなトップで使えるようにあのぐらいねちゃんと最初から水を噛んで動くっていうところも含めてね、名クランクを数々出したボーマーさんらしいきちんとした設計ですよね。2000年に出されたってことですから、だいたい、こいつが発売されて、今年で22年になりますけども、未だにね色褪せないクランクだと思いますし、中古であったらね、ぜひね、タックルボックスの隅にでも忍ばせて、釣り場に連れていけばね、活躍してくれるルアーなんじゃないかなとは思います。あまりね、名前が知られてないこのシャロー A 君ですけども、これを機にねぜひぜひ名前を覚えて使ってみてはいかがでしょうか。きっとねあなたのお役に立つクランクになるかとは思います。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。